はい、どうも、マットです。今日はですね、日曜日に行われます大阪杯の枠前予想をしていきます。まあ、ここからですね、当分ちょっと G1 レースが続いて、すごい楽しみな年になります。まあ、メンバーがですね、20頭登録してて、まあ、このレースはね、16頭立てなので、今のところね、出れない4頭を消しました。なんとね、ロードデルレイがね、出れなさそうということでね、ちょっとびっくりしております。まあ、他にはね、ドバイに行った関係でですね、川田騎手とかルメール騎手とか竹豊騎手がいません。まあ、なので、ね、ちょっと波乱がやっぱりあるのかなとは思います。と、その前にまずこちらをご覧ください。ここ最近の成績ですね。柿津畑記念が本命対抗3番手ワンツースリーで見事完全的中いたしましたよと。で、京浜杯ですね、本命サントノーレ対抗アンモシエラ1着2着でワンツーで単勝馬連大本戦的中と、この馬券ですね。で、先週マーチステークス本命ミトノーになって、相手にね、1番も14番も入れてまして、見事指名しましたと。まあ、本当にね、ツイッターの方ではたくさん的中報告をいただきね、すごくためになったかと思います。じゃあ、この紙ブログはどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からご登録お願いします。まあ、いつも通りですね、最終見解は、ブログの方に書いておきますので、ぜひね、今日見ていただいた方、まだご登録されてない方、概要欄からブログのご登録をお願いいたします。こちらは無料になりますので、ぜひお願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、では詳しく解説していきます。じゃあ、まず一番人気予想のタスティエラからいきましょうか。まあ、前走はですね、有馬記念ちょっとね、不利がありながらもなんとか頑張って6着でした。で、ダービー勝って皐月賞、菊花賞2着、正直実績だけで言うとすごい強い馬だと思います。ただタスティエラって見てください、4歳ボバですよね。で、この動画を見てくださってる方はもうね、何度も何度も聞いてると思うんですけど、結局ね、この4歳ボバ世代っていうのはこれなんですよ。はい、最弱4歳ボバ世代ですね。まあ、僕はこれずっと前から言ってたんですけども、まあ、ようやくね、ここ最近になって結構浸透してきたかなと思って、やっぱりきっかけはね、この有馬記念だから、タスティエラとソウルオリエンスが有馬記念、まあ、ちょっとね、不利あったとはいえ、2頭とも着外になってるんですよ、クラシック馬が。これであれと思って、で、決定的だったのが、先々週の菊花賞圧勝したドゥレッツァがプログノーシスに金庫賞で5馬身ちぎられたじゃないですか。もうこれが僕決定的だと思って、で、先週の高松の駅伝、まあ、正直短距離あんま関係ないかなと思ったんですけども、4歳ボバのルガルが惨敗したじゃないですか、一番人気で。こうなるとクラシック路線、まあ、中長距離路線というより芝路線全て最弱なんじゃないかとちょっと思っちゃうんですよね。で、実際まだ G2 とかね、年明けてからこの世代勝ってないんで、だからタスティエラとか、だからこのソウルオリエンス、頭ないって考えるとすごい馬券買いやすくないですかってお話ですね。ただね、実績はもちろん抜けてますし、まあ、あとね、不安なのが鞍上です。鞍上が松山騎手です。僕は正直ジョッキーをね、すごい重視して買う人間なんで、一番人気の松山騎手なんか申し訳ないですけど、到底買えません。はい、この方は僕はね、穴で輝くジョッキーだと思ってるんで、で、事実ですね、まあ、昨年から今年にかけてですね、一番人気で確か4回から5回連続重賞馬券外になったじゃないですか、一番人気で。本来だったら多分ルメール騎手とか、まあ、竹豊騎手、まあ、そのあたりがね、多分乗れてるはずなんですよ。でもドバイに行ってるんで、松山騎手を乗せてきたと。もうね、不安でしかないんですよね。まあ、馬どうこう、その4歳ボマもそうなんですけども、いやー、松山騎手 G1 一番人気で僕買う勇気ないですね、今の。って感じですね。だったら、まだ僕は買えるのはソウルオリエンスの方だと思ってて、まあ、横山武史騎手がね、この馬ずっと乗ってて、金2走は乗れてなかったんですけど、今回、まあ、ようやく、まあ、このジョッキーに戻ると。で、まあ、4歳ボマさえ確かに、なかなか弱い世代で勝てないんですけども、2着3着はあるんで、だったらね、まあ、タステイラより人気しないソウルオリエンス、まあ、こっちがね、そもそもまず 2000m の G1 勝ってるんでね、皐月賞、まあ、適正的には絶対ソウルオリエンスの方があると思うんで、タステイラとソウルオリエンスどっち買うんだって言われたら、まだソウルオリエンスの方がいいかなと思ってます。で、他にも、まあ、例えばね、ベラジオオペラだってすごい人気しそうですよね。で、この馬もね、残念ながら4歳ボバ世代です。まあ、ダービー4着ってのはね、素晴らしいんですけども、結局はそのね、最弱4歳ボバ世代と言われてる世代です。ってなった時に狙いたいのは、やっぱりね、この最強世代と言われてるドーデュースとかイクイノックス世代のこのね、5歳ボバ世代だと思ってて、じゃあここのローシャンプワークはどうなんだってお話なんですけども、やっぱりね、この馬ってルメール騎手ありきだと思ってて、で、今回アンジョトサッキじゃないですか。で、個人的には、
G1 で1番人気松山騎手、2番人気土佐騎手も荒れる要素しかないんですよね。で、土佐騎手もどっちかというと、まあ、人気ない方が輝くジョッキーで、あとはね、その関西圏よりその関東圏だから東京とか中山では信頼できるんですけども、まあ、今回阪神じゃないですか、あんま信頼できないんですよね、ジョッキーも正直言うと。だからね、ローシャンパークもね、鞍上がちょっと買いづらいよねってお話ですね。だったらじゃあお前何買うんだってお話なんですけども、僕はプラダリアが今回いいと思います。まあ、いわゆるこの5歳ボバだから、さっき言ったドウデュースイクイノックスの最強世代ですよね、の馬なんですよね。で、これがね、プラダリアの全成績なんですけども、そもそもまずこのダービー5着っていうのがとんでもない世代で、ドウデュースイクイノックス、アスクビクターモア、ダノンベルーガなんですよね。上位4頭がめちゃめちゃ超最強世代のダービー5着馬なんですよ。だから5着ってこれすごい価値あると思ってて、で、実際ね、その後京都大賞典も京都記念も勝ったと。で、あと何がいいって、なぜかね、ベラジオオペラより人気しないと。いやいや、ちょっと待ってと。プラダリア前走58キロで、ベラジオオペラ57じゃないですか。で、プラダリアが先着してますと。で、今回、プラダリアとベラジオオペラ、金量同金量になるんですよ。なのに、プラダリアの方が人気ないのって僕思って。だったら実績もあって、なおかつ、この強い5歳ババ世代のプラダリア買いたいと思ってて。あとは、この宝塚記念。これ阪神2200だから今回と同じですね、阪神の内回りなんですよね。まあ距離はこっちの方が 200m 長いんですけども、でも宝塚記念であのイクイノックスと 0.4 秒差で走るって相当強いと思うんですよ。だから阪神の内回りも合いますし、だからコース、距離、世代レベル一番ね、僕はこの馬が合ってると思ってて、まあ、あとはね、 G1 に強い池添騎手がどこまでやってくれるかなってところですね。じゃあお前はね、他にどの穴馬を狙うんだって言われましたら、もう僕はね、何度も言ったように5歳ボバ世代がやっぱり強いと。ってなったら、まずジオグリフですね。まあ、前走はですね、ようやく適正距離のね、この中山1008を使って3着になりましたと。そもそもまずドバイとかこんなにダート走らせたことがまず間違いだと思って、僕はずっと芝を走らせろって言ったんですよね。で、このジオグリフは何を隠そう、あの最強世代の皐月賞馬です。ドウデュースにもイクイノックスにも皐月賞で倒してるんですよ。弱いわけないんですよ。で、前走がね、なんかまぐれみたいなことを言ってる方もいると思うんですけども、プラス12キロであからさまな久々な叩き台なのに、それでも3着に来てるんですよね。で、まあ今回鞍上がね、北村博士騎手になると、まあ相当多分人気しないんでしょうがね、正直4歳ボバ世代買うんだったらね、この皐月賞勝ったジオグリフですね。ここでなんなら僕は頭まであると見てます、ジオグリフは。はい、絶対ね、この内回りの阪神の 2000m はね、合うと思うんで、中山の皐月賞と同じようなコースなんで、ジオグリフですね。で、あともう一頭が、キラーアビリティですね。はい、5歳ボバです。まあ、このキラーアビリティはですね、まあ、ダービー6着なんですね。だから、プラダリアと、当時ね、差のない競馬をした、やっぱりね、この強い世代の馬なんですよ。で、まあ、ここ最近はどうかなと思ったんですけど、なんとかね、海外で2着になりましたと。で、この馬もね、もともと、まあ、これがね、キラーアビリティの全成績なんですけど、2000メートルが結構強くて、例えばこれ、中日新聞杯、まあ、3歳児買ってますよね。で、このホープフル買ってるのが、これ、中山2000メートルですよね。だから、ちょっと小回りの2000メートルなんですよ。で、今回も、さっき言いましたよね、大阪杯は、阪神の内回りなんで、比較的直線短くて、まあ、小回りっちゃ小回りなんですよね。だから、コース形態も絶対に合うと思いますし、で、なおかつ人気ないと。ってなった時にね、まあ、キラーアビリティのジオグリフ、まあ、どっちか突っ込んできたら、後輩とのチャンスかなと僕は思ってますね。で、あとの人気馬は、ビッキーゴージャスとかが人気するんですか。まあ、ただね、この馬もやっぱりね、川田騎手で3連勝したんで、川田騎手、ありきだと思ってて、まあ、デムロ騎手がね、ちょっと最近復調気配を見せてるんで、まあ、買いたくなるのはわかるんですけども、川田騎手だったらね、ちょっと買いたかったってお話で、まあ、あと実績場で言うんだったらね、このオークス2着、秋華賞3着、エリジョ3着のハーパー。まあ、こっちはね、4歳牝馬なんですか、別に4歳牝馬は弱いと思わなくて、弱いのは4歳ボバ世代なんですよね。だから、全然ね、そんなハーパー人気ないんだったら狙っていいと思って、有馬記念もね、まあ9着なんですけども、ある程度前線はしてると。まあ、この辺も狙い目かなと思いますね。はい、ではこれで以上になります。ちょっとね、まだ天気とかはわからないんですけど、おそらく多分両馬場でやれると。ってなったら、やっぱりね、さっき挙げたプラダリアとかチャンスですし、キラーアビリティ、ジオグリフ、まあこのね、5歳ボバ、最強世代を狙うのがいいんじゃないかと思います。はい、これで以上になります。
まあ、あとですね、最終ネットに概要欄にブログ貼っておきますので、ぜひご登録お願いします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますのでお願いします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。